Thank you.
高見沢俊彦です。皆さん、ポチ様で楽しんでいただけたでしょうか。僕はいつもですね、Mac なんですけども、ノート型のパソコンを持ち歩いてまして、そこで写真とかを加工したりして遊んでたんですけども、あるコンサートの時にですね、非常にこう、時間が余っちゃいまして、そこで、絵を描き出したんですよね。その中で、一番身近な、犬とか、動物を描いてたんですけども、その中でどうもこのポチとかタマがですね、自分の中で妙にこう気に入っちゃいまして、普段は消しちゃうんですけども、それを取っといたんですよ。何かのこう、保存しといたんですよね。で、随分時間が経って開いてみたところ、2人がパンと、2人っていうかおかしいけど、2匹がいたんで、あ、これ面白いなと思って、その場はそんな感じなかったんですけどね。だから偶然、たまたま、たまですね。あんま面白くないですね。だから本当そういうことですよ。ポチもそうですね。だから名前も普通に、つけてただけで。なられましたでしょうか。ああ、正直言って、あ、こんな、これでいいのかなみたいなね、自分で思いましたけど、ゲームの中で、僕もゲームも結構その高ミックスランドでも作ってますから、その中で、もうね、ポチもタマも活躍してますんで、それがこうね、そのすごいクローズエリアの中じゃなくて、こう、なんていうのかな、こう街にね、ポチとタマがそういうふうにして貢献できるっていうのは、本人たちが一番喜んでますね。自分よりも。すごく嬉しいです。さっきと書き順が違ったな。そうですね。どのようにというか、やっぱりこう、なんつったらいいんだろうな。あんまり育てる意識は自分ではないんですけどね。勝手に生きててくれって感じですけどね。健やかに、健康に、ね、美しく、なんだかわかんないな。健康に。健康にとにかく、長生きしてほしいですね。こっちの方が比較的近いな。玉です。玉でーす。完成。おお、それは、不思議な感覚でもありますし、やっぱりそういうことをやってみたかったですからね。なんか、やっぱりこう、日常で考えられないようなファンタジーな世界って僕はすごく好きですから、非常にそれは面白いなぁと、興味深く、ポチと卵ですね。これでいよいよ一般デビューを果たしました。インターネットだけじゃなくてですね、マーケットにですね、とっとと2人も、行ってしまったんで、僕も後からついていこうと思ってますんで、ポチとたまに負けないように、ある日も、よろしくお願いします。